から。あ、じゃあずっと桜さんなの？桜さんずっと。あ、そうですね、そういえば。ああ。みんながあやねる、あやねる言ってるとき、あやねる、ピンときたね。ああ伸びこさん。びっくりした。俺、海の親なんですよね。あ、こんな浸透すると思わなかった。お久しぶりです。よかった。お父さんとなんか、そうでした、なんか嬉しいわ。海の親と、父親との再会が。桜ちゃんは何が好きなの？寝ることです。じゃあ、あやねるだねって。そんな雑なところから。そう。で、周りが、えってなって。ってなって。でも、そしたらこんなにもう、みんな言ってますよね。みんなあやねるって言ってて、こんな浸透するんだって思って。私でも、私自分のことあやねるって呼んでくださいって言ったこと一度もないんですよ。すごい。なのに、こんなに広まってて。すごい。ファンネルに。え？ファンネルに。ファンネルに広まった？ファンネル。アヤネルのファンネルに広まった。アヤネルのファンネルに。ファンの人たち、略してファンネル。ヒロネルしました。ファンネル。ファンネル。そうね。みんなネルで遊び始めるんですよ、だんだん。ファンネルで。いろんな人が。ファンネルって何ですか？アヤネルのファンをファンネルって別の。別のやつしか使わないです。